観客の口に合わせるっていうのが最も難しいんですけど、どの人に合わせていくかってことをすごく考えながらも、最終的には自分が理解できる限界のところであったり、どうしても自分は許せない、こうでなければっていう部分もあるので、そこは残して他はみんなが喜ぶものできたらなというふうに思っています。日本から来ましたアニメーション監督やってる湯浅正明です。テレビとか短編ではオリジナルをやったことあったんですけど、映画では初めてで、最近周りの人たちが正直に物を言いにくいっていう雰囲気があって、それがこっちからするとまどろっこしいんですけど、なんかそういう状況があるんだなというのが見えて、もっと本人が素直に喋れるようになればいいし、周りの人がそれをもっとおおらかに、そんなの違う、間違ってるとか言わないで、まあ、そういうのもあるかもしれない、もしかしたら先でそれが良くなるかもしれないとか、もっとおおらかに見ていいんじゃないかなっていう思うところから、そういう結ばれない状況の2人だけど、なんかどうにかして仲良くなるみたいなストーリーを考えました。そうですね、ルーとかワンギョとかルーのお父さんというのがちょっと怖いところがあるけど可愛らしいキャラクターで、全然人間とは違うんですけど、で彼らが音楽が鳴ると足が生えてダンスを踊ったり歌を歌ったりするシーンなど面白いと思うんで、ぜひそういうところに注目してほしいです。逆に全然大変じゃなかった感じがしたんですけど、もともと4畳半を作ったスタッフと一緒のスタッフで作ろうっていう感じで、その人たちを集めるのが少し大変だったかもしれないですけど、もう原作もの雰囲気も分かってるし、スタイルも同じなので、前よりぐっと早く楽しく作ることができました。日本のアニメに大きく影響を受けてると思うんですけど、同じくアメリカのアニメやヨーロッパのアニメも一緒に見て育ったので、多分好きなものを合わせて作ってるところが合わさってるんだと思います。そうですね、夜は短し歩け乙女は原作は4作の短編集からなっていて、それをこうタイトル通りに一晩の話にアニメの方は編集しました。それによって一つのテーマが一本になるように、で最初から最後までいくように注意しました。そうですね、前のゲームを作った後にいろんな意見を聞いて、これは映画じゃないとか、ストーリーがないっていう話を聞いて、それがどういうことを言ってるのか分からなかったので、ちょっとそれをテレビをやりながら勉強しようと思ってしばらくやっていました。でもいいだろうと思って映画を始めたので、これからも映画も作っていくと思います。そうですね、今特にいろんな作品を作りたいと思っています。会社も作りましたし、その会社がうまくいくように作品も作っていきたいですし、ルーのような最終的には子供が見るような楽しいアニメーションを作れたらと思っています。それもありますけど、もともと自分が小さい頃見てたのが可愛らしいシンプルなアニメーションでしたので、基本的にはそういうものをやりたいと僕は思ってこの業界に入ったので、でもなかなかやれないんですね。でもそういうものを作りたいと思っています。そうですね、動きやすくて、でも遠くから見てもそのキャラクターがどういう人かとか、どういう気持ちでいるかっていうのが分かるようなキャラクターっていうのを考えています。そんな人のことに何か言える余裕はないんですけど、僕も作りたいものがあってなんとか頑張っているし、できたら一緒に作れるといいなっていうふうに思います。僕の作品ってそんな見られてないと思うんで、ぜひね、さっきもあったけど、なんかポニョに似てるとか心配して来ないんじゃなくて、本当素直に見に来てくれれば面白い作品だと思うので、見てみてください。ヤオヤチャンネル、ライクジャパン。